はい、皆さんこんにちは、吉田です。今回はですね、皆さん、パソコンのマウスって何使ってますか？僕は、今まで、ちょっと今手元にないんですけど、普通の Bluetooth のマウスを使ってたんですね。で、まあ Bluetooth のマウスずっと使ってたんですけど、やっぱり、ずっとやってると手首動かすんで疲れちゃうんですよ。あとは、去年みたいにパーフェクトでツアーとかね、回っていると、やっぱりいろんなところにパソコン持ち歩いて、そのまま動画取り入れて編集して、で、場合によっちゃすぐに Twitter だったり YouTube にアップするわけですよ。だから飛行機とか、カプセルホテルとかにも何回か泊まったんですよ。で、狭い空間の中で、で、しかもね、平らじゃない場所。平らな場所だったらマウス動かせるじゃないですか。なんもない、平らじゃない、机もない場所で、マウス動かせるかって言ったら動かさないんですよ。僕、このトラックパッドもあるんですけど、このパッドで編集するのは、ちょっと僕には合わないというか、ちょっとしづらいんですよ。編集が。もうなんかすでにもうこの辺にチラチラ見えてるんですけど、僕マウスを変えて、こちら、ロジクールの M570 っていうね、やつを使ってるんですね。これなんか見たことある人はいると思うんですけど、これ後ろにセンサーとかないんですよ。親指のこの動き、このボールを動かすこの動きだけでマウスのカーソルを動かすことができる。最初はね、使いづらかったです。やっぱ慣れてない、こういうのに。こういうのに慣れてなかったんで、いざ使ってみたら、なんか、操作性悪いんじゃねこれと思って。で、なんかしばらく使ってればみんな慣れるっていうかな、やってみようかなと思って、しばらく使ってたんですよ。ただ、めっちゃ使いやすかったです。めちゃめちゃ使いやすくて、もう慣れてくると、もう全然こっちの方が早い。しかも、手首動かしてこうやってやるじゃないですか。こうやって微調整したいときに、ちょこって、本当に微調整したいときは、こうやって2つの指で使って、こうやって、ちょこ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 ってやってれば、微調整全然できるし、こっからパッって移動したいってだったら、スッてやればもう移動できちゃうし、めちゃめちゃ楽だった。で、普通にね、遠い移動とかするときって、マウスってこうやってスライドさせるじゃないですか。で、スライドさせていくと、どん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 ここがすり減ってきて、滑りが悪くなってきたりとかするんですけど、もうね、全然使いやすい。しかもこれだったらもう全然、平らじゃないところでも、別にセンサーがあってやってるわけじゃないんで、もう、ズボンの上でこうやって置いて、こうやって操作とかね、できるし、すごい楽。で、普通のマウスには戻れないなと思ったんですよ。ただ、これちょっとでかいなと思って。で、もっと、ツアーとか回っていろんなとこで行くときにもうちょっとコンパクトでもいいからなとは思ったんですよ。で、いろいろ調べたんですよ、Amazon で調べたんですけど、ないだから、あってもあるんですよ、ちっちゃいのあるんですけど、トリガータイプのくる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 やるやつとか使いやすいのかなと思ったときに、あれは多分使いづらいだろうと思って、もうなんだったら同じ形で、で、これは本当にコンパクトにしたやつが欲しいなと思って見せたら、あったんですよ。いや、これ買おうかなと思ったんですけど、ちょっと昨日電気屋さんに行って、ちょっととあるものを購入したんですよね。高い商品で、ビッグカメラで買ったんですけど、そのビッグカメラのポイントが溜まったんですよ。で、あ、マウスあるかなと思って、見ていたら、あったんですよ。で、その商品がこちらです。はい、こちら。こちらですね。こちら。小型無線、静音タイプみたいな感じなんですけど、これを、購入しました。で、これ、ここに USB のあれがあるじゃないですか。で、無線なんですよ。で、僕ずっと無線のやつ使ってるんですよね。別にゲームとかやるわけじゃないんで。本当は、これって有線モデルと、USB の有線も、あ、無線モデルと、あと、Bluetooth モデルっていうのもあったんですよ。で、僕、Bluetooth モデルが欲しかったんですよね。で、なんで Bluetooth モデルが欲しいかって言ったら、パソコンでこれ USB めちゃめちゃついてるんですよ、今。USB めちゃめちゃつけてるんですけど、あんまり良くないじゃないですか、こういうの。電源いっぱいこっから使っちゃうと、僕ハードディスクもつけてるんで、そのハードディスクが落ちたりする時もあるんですよ。電力が足りなくて。そっちかじゃなくて、Bluetooth で接続して使いたいなとは思ったんですけど、なるべく USB のそれを消費したくない。スペースというか、その、ハブの部分を。Bluetooth が良かったんですけど、でもまあ、裏返してみれば別に、何いらないかなと思って、これしかなくて一回悩んだんですよ。どうしようかなって。ただポイントもありましたし、まだお金払って買うよりも、これ一緒に買ってっちゃった方がいいかなと思って、昨日これ買ってきました。比べると、やっぱり大きさ全然違うんですよ。小さくて、持ち運びも楽だろうなと思って、これをまあ、今年のね、ツアーとかね、回るのにね、持っていこうと思います。とりあえず、開封してみます。この静音モデルっていうのは、よし、僕よくわかんないんですけど、トラックボールの静音かと思ったんですよ。これね。若干、霞んだ音みたいな。
スライドする音が聞こえるんですよ。これがもっと静かになってんのかなと思ったんですよ。なんでぜひともどこでもいいんで、もうロジクールさんでもいいんで、ぜひ作ってほしいんですよ。あのもうトラベル用の小さいトラックボール、これを作ってほしいんですよ。本当にちっちゃくて、このボール自体も小さくてもいいんですよ。あ、軽い、軽いのもいいですね。これが、これ多分 USB をここに、そうだね、入れて持ち運ぶことができるっていうやつですね。やっぱこれいいっすね、大体ね。音はそんな変わんない気がするんですけどね。あ、なるほど、そういうことか。めっちゃ静かやんこれ。待て、めっちゃ静かやん。こっちもこんなんですよ、こんな。もう本当に回す。もうあの音。こっちも。これなんか押してるって思うんですよ。押してますよ、全然。で、クリック感もあります、ちゃんと。ポツコ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 ツって。押してる感じもちゃんとあります。もうなんか全然音違うじゃん。全然音違う。これすげえわ。もうこれですよ、もうこれ。これ。もうこれ、もうトラベル用はこれ買いましょう。もうみんな。めっちゃ静かじゃん。これだったら、全然、カフェとかで、まあカフェもガヤガヤしますけど、なんか静かな喫茶店とかで、なんかもうゆっくり動画編集、動画編集してるのもおかしいんですけど、なんか、ちょっと書類とかね、制作したいなって、カチャラって。カチャラって。でも、もうクリック音これだけですかね。しかも、こうやってスライドさせることないんで、スライドするそのテーブル擦る音とかもしないですし、そのお店のねテーブルとかも汚したりとかもしないですし、ここだけでも操作できちゃう。これいいじゃないですか。これでもう十分です。これでもう十分。なんか作ってくださいって言ったけどね、さっき作ってくださいって言ったけど、その滑りとかも、滑りこっちの方がいいのかな。若干こっちの方が滑りいい気がするんですけどね。うん、こっちはちょっと引っかかる感じ、ロジクールの方が。俺浮いちゃうんだよね。なるんですよ、ぐる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 って、あのクリック感があるんですよ。でもこっちのマウスはクリック感がない、もう永遠にもうぐるぐるぐるみたいな、ずっと滑る。まあね、まだ使ってないんで分かんないんですけど、まあ、これでちょっと使ってみて、でまあ使用感想とかね、動画上げようかなと思ったらちょっと上げたいと思います。今のところもうこれで満足ですね。これでもう本当に持ち運び用のマウスはこれが決まりだと思います、僕的に。はい、ということで、今回ですね、こちらのトラックボールマウスを紹介しました。ぜひね、他の会社の方もこの小さいやつを一緒に作ってくれるとめっちゃ嬉しいです。このトラックボールマウスは本当に使いやすいです。なんでぜひね、皆さんもね、あの仕事とか、あのデザイナーの仕事とかしてるとか、あと YouTube で編集これからしたい、まあ、今してるっていう人でまだこれ使ったことない人、一回使ってみてください。もう本当に虜になります。もう多分普通のマウスに戻れないです。はい、ということで、今回はですね、こちらのマウス紹介しました。この動画が良ければね、グッドボタン、高評価、あとね、チャンネル登録の方と、あと Twitter と Instagram やってるんで、ぜひフォローの方ね、お願いします。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。